会社系、無理系。はい、というのチャンネル始めていきたいと思います。5月19日、日曜日。はい。えー、なんとね、日本では社会保険料や税金のね、滞納が原因で、えー、倒産する企業がね、増加していますということで、まあ令和5年度には、えー、高価効果、えー、過去、消費税、固定資産税、厚生年金保険などのお滞納による倒産が過去最多の138件に達し、前年度から約 1.4倍に増加しましたと。この増加は新型コロナの影響に伴う特例措置の縮小や物価高、物価高騰が一因となっていますと。特に影響を受けた業種としてはサービス業、運輸、通信業、建設業、製造業が多く見られます。滞納が原因で破産に至るケースがほとんどで経営継続が困難になっている企業が増加していますと。このような背景には 中小企業が社会保険料や税金の支払いに苦慮している現状があり、日本年金機構によれば、令和4年度末時点で、14万事業者、事業所以上が社会保険料を滞納しています。これにより、多くの企業が資産の差し押さえに直面し、事業継続が困難になるケースが増えていますと。えー、ということでね、えー、もうね、社会保険料、ね、税金で滞納でね、差し押さえられて支払いができずにね、 え、終了というね、会社が増えておりますよというね、おニュースなんですけれども、まあ本当ね、まあうちも4月末でね、まあ消費税がね、えー、引き落とされましたけれどもね、もうなんかね、消費税払うためにね、商売してんのかというようなね、うちみたいな鳴かず飛ばず居酒屋ね、えー、だとですね、もともとはくなわけなんでね、えー、で、まあ消費税はですね、まあ儲かろうが儲かる前がね、払わなくちゃいけないね、税金になっておりますので、 まあ赤字でもね、破産しようがね、払わなくちゃ許されないっていうのはね、まあ消費税なわけなんですけれども、まあ会社経営ね、されてる方だとね、今度は今はね、昨今では、まあ、社会保険料のね、負担増がね、えー、半端ないと思いますので、もうなんかね、もう正社員雇うの、人を雇って商売するのがね、もう本当にちっちゃいとこだとね、もうきつくなってね、もう無理ゲーやねえかと。えー、で、なおかつね、社会保険料のね、えー、負担だけでもね、きついのに、 で、またね、賃上げをし,しなければですね、えー、まあ、人がね、来てもらえないし、人が取れないというね、状況なので、もう本当に人をね、えー、人を雇うようなね、まあ、商売するのがね、まあ、きつい世の中になってきたなーっていうのをね、本当に実感するね、まあ、今日この頃ですし、まあ、今、紹介した中でもね、ありました、えーまあ、製造業でもですね、 えーまあ、建築で言ったらですね、大手全年、ね、この、ね、清水建設がね、えー、上場来初の、ね、赤字転落しておりますし、まあえー、保険がですね、まあ、火災保険がねこの間値上げしますよという、ね、おニュースがありましたけれども、今度はですね、えー、自動車保険がね、えー、大手損保4社、えー、今年度の、ねえー、自動車保険料の値上げへと、事故増加や人件費上昇で収益性が悪化ということで、 えねまあ、人件費もね、給料も保険会社もバンバン上げてましたからね、まあ、そんな感じになるんかなという感じでね、まあね、その保険とつね名前がつくものは本当に全部なんか負担、まあ、税金、ほとんど税金みたいなもんですからね、火災保険も払わなきゃいけんし、車が乗っとるやね、車乗ってるや、えー、自動車保険に、ね、入ってないとね、まあ、いざというときね、もうね、えー、終わってしまいますのでね。 まあ強制的というかね、まあほぼ、えー、絶対ね、えー、払わなくちゃいけない保険というふうになっておりますので、まあこういうねテン、えー、テナント借りてたらですね、まあ火災保険は必須と、でまあアンションね、まあ賃貸借りててもね、えー、火災保険はね、えー、別途ね、徴収されますのでね、まあそういう負担がね、半端ないなあというね、えー、状態でございます。で、まあこの間ね、おニュースでありましたけれどね、東大もね、なんか、えー、授業料をね、値上げするということで、 大体平均で53万で今58万ぐらいで、60何万までね、なんか上げれる余地があるみたいなね、えー、ことになってるみたいなんで、まあ約10万円ぐらいね、えー、負担増になるんではないかということで、まあ東大がね、えー、上げるということはね、まあ他の国公立大も上げる,上げるでしょうし、えー、私学ね、私学の方も上がってくるでしょうから、で、なおかつですね、まあ塾もね、バカ高いですからね、我々が行ってた頃のね、塾とはね、また、 全然違うぐらいね、もうなんか、ちょっと間違えたらね、普通に、えー、国立大学ぐらいのね、<laughs> 授業料というかね、えー、塾の、えー、年間ね、えー、塾代がかかってるところもね、あるじゃないかなっていうぐらいね、高いですよね。子供の数は減ってんのに、塾の数がね、えー、減ってないっていうか、何やったらもうむしろね、増えてるっていうのは、まあ、それだけね、あの収益性が高いというか、昔よりね、えー、まあ、塾代が上がってるからね、成り立ってるんだろうなと思うわけなんでね。 月内の後ね、子どもを、ね、育てようと思ってもね、教育費が、えー、半端なく、ね、負担がきておりますし、で保険ね、まあ、年金も、えー、国民保険がね、えー、国民年金が、えー、今年4月から、ね、上がりましたし、来年も上がることが決定しておりますし、なんかもうね、えー、税金も、ね、消費税を上げる上げない問題の、ね、前にね、もう社会保険料ね、えー、とね保険がつくものね、全体的に上がってますので、 まあ本当に可証文書とかね、バンバン、えーね、使える金がなくなってくるなっていうのはね、本当になんかみもうね、本当に実体、実体、もう実験、もう、えー、実感でね、もう本当にもうひしひしとね感じまくる、えー、今日この頃でございますということでね、いやー、マジでね、本当に金がね、使えなくなるなっていうね、えー、状態になっておると。で、まあね、えー、日本人でね、まあ、資産なし。 の人がですね、ま、だ約全体の20%、えー、いるということなので、本当に、まあ、過去動画でもね、ちょっと喋りましたけれども、えー、もう金がなかったらですね、もうカード,カード払いして、まあ一月ね、えー、繰り越すか、まあ、リボ払いでね、やり過ごすかみたいなね、だん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 なんかアメリカみたいに、ねえー、なってってるんで、まあ、使っちゃいけないね、えーまあ、リボ払いに手を出したらもう本当に終わりと言われておりますので。 坊来だけじゃなくて、こんなね、あやし、あの、サラ金とか院定出したらね、もう、えー、もう、社会復帰はね、できないような流れっていう風にに、ね、なってしまいますので、いや、本当にね、えー、きつい世の中になってきたなーっていうのはね、まあ、実感で、ね、もう実感値でございます。はい。で、まあ、本当に商売がね、しづらいね、状況になってますよね。えー、とにかく金がかかる。ね、まあ、人を雇えば金かかるし、高いし。 でなおかつね、もう働き方改革等もありますしね、もう昔みたいなね、えー、働かせ方はねできないわけなので、きっちりやらないといけないわけなんでね、でまあ、10時超えればね、えー、時期も1.25倍になりますしね、えー、ね居酒屋業界を,やって居酒屋を、ね、経営しててもですね、じゃあ、ね、まあ、うちが1000円、ね、上が1300円払ってますのでね、えー、10時超えたら1600円超えますのでね、 じゃあそれでね、えー、深夜のね営業が成り立つかって言ったらね、まあ、成り立たないわけなんでね本当に薄利やなというね、まあ、居酒屋もね、まあ、本当に飲食でもね、えー、最近潰れるところもね撤退するところもあるし、まあ、他の業態でもですね、えー、まあ本当にあここ店あったのいなくなってるわというようなねところがまあ散見されるようにね下関もなってきておるわけなんですけれどもそうかと思えばですねまた新しいねお店を 始めるようなね、方も多いわけなんで、まあ本当にね、亡くなったらね、また始めるという方もいますので、まあシーソーゲームになってますけれどもね、まあ始める人はね、まあすごいなと思いますよね。かと思えばですね、まあその、まあ移転してね、またやるとかね、まあそういう方もいますけれども、まあ過去動画でもね、ちょっと話しましたけれども、まあうちが例えばですね、まあここのね、今のテナントが使えなくなった場合ですね、 ま年齢にもよりますけどね、50代やったらまだ引っ越してね、まあ、一から頑張ろうってなるでしょうけれども、これ60代過ぎてて、えー、じゃあまたね、一からね、スケルトン状態から設備投資してね、全部店を作り直してやるってなったらですね、まあとに残すね、ものがおればですね、まあ、それもね、やろうかと思いますけれども、私みたいにね、独身ぼっち経営者だとですね、その状態に陥るとね、 えー、回収できるかな、ペイするのがね、何年後やねんっていうのと、えー、自分の寿命と、えー、あとね、まあ、そんだけのもう体がね、だんだん60代になって、昔みたいにね、無茶ができない状態で、またね、えー、昔以上の借金を抱えてからのね、リスタートということになりますので、まあ、そうなるとね、なかなかしんどいね、状況になるわけなんでね、まあ、その下関、まあ、日本全国でも言えることだと思いますけれども、えー、テナントのね、老朽化っていうのはね、結構、 あると思いますので、まあそ、中身、ね、中身は、えー、ね、もう、綺麗にしてからですね、見た目は、綺麗だったりしますけれども、もう、ビル、ね、テナントビル自体が、もう本当にね、寿命が <laughs>、えー、来るか来ないかぐらいのね、まあ、60年、70年ぐらいのね、えー、物件というのは、ざらにね、いっぱいあると思いますので、えー、まあ、なんかあれはですね、一発で、地震一発でね、えー、ちょっと崩れるぐらいのね、えー、まあ、もろさもね、えー、あると思いますのでね、 まあそういうね、老朽化したテナントに入っているところっていうのは、まあ、飲食店っていうのはね、結構あると思いますけれども、まあ、そこでね、えー、じゃあ、えー、その古い物件をまたさらにね、リニューアルして、えー、投資してですね、やり直すか、じゃあまたね、ちょっと新しいところに引っ越すかってなりますけれども、まあ現状で下関でね、新しいテナントビルっていうのはね、ないわけなので、まあ、どこ行っても大してね、大差ないような古さになると思いますので、 まあ誤差でね、まあ、10年、20年ぐらいの誤差しかないわけなんでね、えー、そこでね、じゃあまた一からね、えー、立ててやるかってなったらね、えーまあ、絶対残りの人生を考えたらね、えー、採算が合わないわけなんでね、えー、今度はねあの、やれるところがなくなるっていうのはね、また出てくるかなと思う,思,う思うわけなんですよね。えー、じゃあね、もう一からね、まあ、よく昔の、ね、商売人がまあ理想としてたというかね、まあ、よくあるドラえもんのね、 えー、ジャイアのね、野菜屋さんでもそうですけれども、1階をね、えーまあ、店舗、で、2階が住居みたいな感じでね、えー、そうやって、まあ、住みながらね、商売するようなね、形が昔はね、一番ね、理想とされてたわけなんですけれども、まあ、それをやろうと思ってもですね、まあ、今、一から建てようと思ったらですね、まあ、2000万じゃね建たないわけなんで、3000万、4000万、ね、5000万かかるでしょうから、内装までやるとね、えー、5000万コースになるでしょうから、 えーまあ、それをね、えー、じゃあ50代、60代でね、えー、借金抱えてからね、できるかって言ったらね、なかなか難しいなというふうになりますのでね、まあ、これからは、えー、テナントのね、えー、どのタイミングでね、あのー、リニューアル、まあ、リニューアルもそうですけれどもね、えー、続けられるかっていうのがね、まあ、結構ね、あのー、どこの店でもね、なんかまあ結構ね、意外と、まあ、配管とかね、えーまあ、もうビル自体がちょっとね、あのー 壁が崩れてたりとかね、なんか、そういうね、まあ、えー、ところもね、えー、亀裂が入ってたりとかね、散見するところもあるでしょうからね、いつまでできるのかなっていうのがね、まあ、これからの,あのテーマかなという、えー、感じですね。はい。で、まあ、昨日もね、ちょっと話しましたけれども、まあ、日本がね、まだましやった時にですね、まあ、東南アジアがまだ物価が安かった時ですね、まあ、円高の時ですね、言ったら、えー、日本のね、年金を握りしめてですね、まあ、東南アジア等をね、安いところにね、 えー、老後のね、えー、次の住みかをね、えー、求めてね、旅立った、えーね、お年寄りたちはね、どうなったのかというようなね話を昨日しましたけれども、えー、であとはですね、あのー、ファイヤーですね、えー、ファイヤーの話もしましたけれどもね、まあ、そもそも論が、資産なしがね、えー、国民全体の20%なんでね、まあ、そもそもファイヤーな何々ファイヤーね、とにかく、まあ、別にサイドファイヤーでも何ファイヤーでもね、ファイヤーできるでしょうね、もう本当に。 一握りだと思いますのでね、まあ、そもそもそれを論じるのもね、あほらしい話なんですけれども、まあね、えー、この動画ではね、もう再三言っておりますけれども、まあ、インフレが来ようが、デフレが来ようが、ね、どんな状況が来ようがですね、えー、まあ己の肉体がね健康でありさえすればですね、まあ、動ければですね、えー、どの時代にあってもですね、その時代、インフレかならインフレかのまあ給料がね、えー、もらえるようなね、えー、もらえるわけなんで、まあ、その範囲内でね、生活できるから、 えー、そういうね、稼げる状態に、えー置,けね、置いておればですね、何も怖いものはないよというね、話をよくするんですけれども、一貫性ね、ちょっと私、あの昨日からね、えー、ちょっと腕がね、しびれてきましてですね、えー、首がね、もともと悪いんでね、たまに一回ね、左の握力がゼロになったことがあるんですけれどもね、ちょっとなんか、そこまではいかないですけども、ここら辺がね、ここからこの辺がね、もうピっキーってきててですね、もうなんか辛くてね、 えもう45でこんなんやったらね60で体動くんかいなっていうね状況なんですけれどもまあそれでもね,えまあねだましだましやっていかないといけないんですけれどもねまあ45歳でなかなかね絶好調みたいなね、男性はねあんまりいないと思いますけれどもね徐々にどっかねえまあ不具合を抱えながらねみんなえ生きておると思いますけれどもねえまあ体力もなくなるしね体がどっかねぎしギしシギシね えー、不具合が出てくるし、まあ、どっか病気持ってたりとかね、まあ、いろんな、えー、ハンデを背負ってね、まあ、ぼちぼちやっていくような、ね、年齢に、えー、なってきたと思いますのでね、まあ、体のケアだけはねしっかりしていか,いかないとね、えー、ダメやなと思いながらですね、うーってなっておるわけなんですけれども、まあそのね話を戻すと、東、ま、南、あ、アジアに、ね、行ってた、ね、日本人の逆パターンがね今ね、えー、起こってきておるわけなんでね、もう今、円安で。 まあ日本がね、安いし、今治安がいいし、ご飯もおいしいと。で、まあね、日本のその介護のね、サービスもね、充実しておるということで、至れり尽くせりということで、海外から今度ね、老後を日本でね、過ごそうみたいなね、流れが結構あるみたいなんで、あの、老後ね、俺たちに老後があるかどうかというね、問題が再,再三ね、トリマンチャンネルでもね、取り上げておりますけれども、えーまあ、老後のね、あの、介護人材が60万人ぐらいやったかな。 足りないみたいなことをね、えー、言っておりましたけれども、あそのね、日本人で足りないどころかね、今度は海外からね、お金を持った富裕層がね、日本にやってくるわけなので、もともとね、日本人が受けれたサービスが外人さんの方が、お金でね、札束で叩いて本当に、えー、そっちの方にね、えー、介護人材取られてで、そういう施設に入れるね、えー、入居の権利も取られてで、本当だったら入れるような日本人が、ね、あの老後入れないと。 やったら単価が、外人が入ってきたことによって、ですね、単価が上がって、ですね、えー、当初、思ってたね、そういうい老人ホームとかね、えー、老後施設等にね、えー、これぐらいやったらね、行けるやろうと思ってたね、木産がね、えー、崩れて、えー、全然足り,足りんやねえかとぐらいまでね、えーあのー、そういう入居施設の金額もね、跳ね上がって、えー、老後ね、ね、えー、誰にも面倒を見てもらえないという,ようなね、現象が起こりそうなんでね、恐ろしいなと。まあ、この現象が、 えーまあ、ホテル業界でね、今出てますよね。外人さんがまあインバウンドでわーって入っていって、まあ、日本人はね、まあ、どこにもその影響で、ホテルの、ね、価格が,もう上,が,り上,がり上がりまくりで、ね、それでもまだ安いって、ね、外人さんが言うから、ね、じゃあもっと上げてもいいかなというところでね、上げたりしておりますので、その外国人比率が、ね、高いようなホテルね、えー、利用者が、ね、多いところは平気でこう上げてくるわけなので、 まあそれに座られてね、まあ日本人が割り送ってね、そこに泊まれないというね、出張があっても、そこでは泊まれないというふうになりますので、まあ、なんかそれと似たようなことがね、介護ね、ね老後問題でも起きそうなね、感じなんで、もう日本もね、まあその、今度ね、あの、誰でもね、入れるというわけじゃなくてね、まあシンガポールとかみたいにね、何本以上ね、資産がないとね、入れませんよとか、あとは年齢で区切るとかね、しないと、えー、そうじゃなくてもですね、えー、まあ段階の世代とか、 ね、段階ジュニア、次がね、氷河期世代のね、我々が控えておりますのでね、そうじゃなくても、ね、介護人材が足りない状況なのにね、外国人までね、面倒見るようなね、山梨県のね、お話もありましたけれどもね、保険料をね、1割ね、ベトナムにいる家族にもね、1割負担でね、病院代がね、賄えるようなね、仕組みを作りましたと。 どうぞ働きに来てくださいというような、ね、おニュースもありましたのでね、なんかあながちね、えーな,んかうん、なんかね、間違ってないようなね未来が、えー、なんかありそうなんでね、恐ろしいなと、俺たちにやっぱ老後はねえから、まあ、健康でね、えー、働けるようにね、えー、健康を維持しないと、えー、老後ね、もう寝たきりになった時点でね、終了と、えー、もうよいつもありありますけどね、はい、おじいちゃんボタンを押して、ついうからね、蹴られて、仮想コースのね、 待ってるようなね、えー、気がしてまいりましたのでね、えー、本当にね、やべえなというようなね、まあ、実感でございます。はい、えー、というわけでね、もう本当にどん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 ね、えー、あれもこれもね、上がって、今日ちょっとね、あのー、仕入れに行ったらですね、ビビりましたね、またなんか、あのちょっと見る間にね、また上がっててね、また写真、写メ、ね、撮り直しましたけれどもね、あ、これもちょっとなんか、あの限界突破してる値段になってきたなっていうのはね、えー、複数ね、見られて、あ、もう本当に。 原価でね、これやったら、本当に売価でなんぼで売ったらええのっていうようなね、悩むような金額に、ね、なってきておるね商品が本当にどん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 増えてきてね、5月の時点でこれなんでね、で来月になったらまた、ね、上がる、30%ぐらい上がるでしょうから、えー、平均で言ったらですねで、秋口に本格的な値上げがね、まだ控えておりますし、でまあ、今日ね、おニュースでまあ、ね、某所でヘリコプターでね、ちょっと落ちてねっていう事件もありましたので、非常になんか、 えー、中東がね、気な臭い状態になっておりますので、何が起こってもね、おかしくないような状況なんでね、本当に、えー、いつまでね、本当に商売がね、できるのかというようなね、まあ、そんな状態、えー、かなというぐらいね、もう本当に商売するのがね、えー、大変になってきておるわけなんで、まあ、いろんな業界でね、ぼちぼち、あのー、そういう状況がね、生まれておりますけれども、じゃあ、値上げ、値上げでね、えー、値上げして、まあね、原価が上がってるからね、まあ、しょうがないというのでね、 値上げしてったらですね、えー、今度ね、えー、もうね、売れませんというね、状況になっているような、まあ、業界もね、ぼちぼちね、参見されますけれども、まあ先ほどね、紹介した保険、保険は入らないわけにはいかないけれども、今度はね、未保険者とかが増えてきそうなんで、えー、これ強制加入とかにしない限りね、えー、この普通のね、民間の保険ね、自動車保険等、えー、火災保険等ね、入ってなかったらね、何かあった時にね、支払い能力がないんでね、 やられ損っていうね、えー、可能性もありますので、もう本当になんかね、あのーまあ、自爆テロじゃないですけどね、まあ、そんな状態、無敵の人状態な、ね、車が、えー、日本中にね、走り回ってると、でなおかつ、まあ、高齢者がまだね、免許を返しなくて、乗ってたりするパターンがね、えー、ありますし、えーまあ、うちのお客さんとかでもね、あのー、車、ボコボコになりながらね、乗ってる人がね、<laughs> 来ましたからね、まあ、免許返しましたけれどもね。いや その車乗りたくねえなあと思いながらね、えー、まあ、そんなね、まあ、状態の方々がね、まあ、これからどん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 、ね、高齢化が進めばですね、日本中にね、溢れておるわけなんで、まあ、それでね、未保険者が増えるということはね、もう本当になんかやられ損、ねえー、泣き寝入り、えー、状態が増えるということなんでね、本当にちょっとね、恐ろしいようなね、えー、未来が待ってるなあっていうのをね、本当に、保険っていう、保険ってつくものは本当になんでえげつないなとね。 毎回思うわけなんですけどね、えー、お国のもんでもね、えー、民間のもんでもね、保険っていうのはね、本当え,えぐいなと、ね。保険の仕組みを考えたやつはね、天才やなとね、まあ天才やし、ネットワークビジネス以上にえ,ぐえげつないなとね、えー、思うね、えー、飲食店経営者でございますと。はい、えー、というわけでね、まあ本当にね、生きづらい世の中になっておりますけれども、な、ま、ん、あ、とか頑張ってね、まあ、商売続けていってね、えー、無事にね、あの老後までね、 えー、天井を全うしてね、えー、この場でね、バタッと倒れてね、まあ、殉職したいと、ね、77歳までやってね、えー、50周年迎えて殉職したいなというのがね、私の、えー、願いであるわけなのでね、まあ、それまで頑張ってね、生、え、き、ー、抜きたいと思います、そういうお話でございました。はい。本、え、当、ー、ん積んでるなというね、もうなんか、おニュースをね、聞けば聞くほど、でまあ、そういうね、えーまあ、保険の話とかね、物価高の話とかね、 耳に入れれば入れるほどね、これ無理やねえかというね、本当に無理を前提にね、どう生きるかということをね、考えていかないといけないね、えー、我が国、日本になってるなっていうのをね、まあ、痛感する、まあ今日この頃でございます。はい、というわけでチャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。